はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、フォーカスドプレイヤー第8弾登場時点での各ポジショントップ5の男たちやっていきたいと思います。はい。ということで、今回は CF のリーグ編やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、えー、今回ね、ランクインしてる新選手なんですけれども、ここはゴミス選手ですね。はい。まあ、ボナセンオフェでね、プラスセンス、まあ、選手じゃない、えっと、スキルね、もすごくいい組み合わせということで、 まあ入ってくるんだろうなという人もね、まあ結構多かったかと思うんですが、意外や意外ね、CF までね、そもそもね、時間がなくてあんまりやれなかったことがほとんどなので、あんまりここね、取り上げてきてないんですよね、今までね。はい。<laughs> ということで、まあいろんな選手ね、あのー、まあ触れる機会がね、まあ改めて触れる機会が多いと思うんですが、さあ果たして今回ね、このゴミス選手、まあやっぱりね、超次元持ってるし、ボナンセンオフェだし、まあダブルセンスだしね、なんならね、うん、でステータスも上がってるし、 まあ結構やっぱりね、えー、完食い,いじゃないかなというところで、サナイに入ってるか楽しみながらね、ぜひね、ご覧になっていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、早速なんですが、まあね、この企画の説明をもう少し詳しくさせてください。ではこちらです。はい、ということで、今回の選出に当たりましてなんですが、特別限定は対象外としております。まあ例としては TS だったり月間系カード、まあ日本代表等ですね。はい、そういったところになります。 まあこれ理由としてはですね、まあ特に TSS のものになるんですけれども、枚数制限かかってる関係でね、素晴らしく強いカードがえー登場してますので、これをランキングに入れてしまうと、まあ当然ランキングが動かないことがね、考えられますということで、ランキングから除外させていただいております。で、あくまで、あくまでですね、今回リーグで使うようとしての選出になりますので、クラチャンの要素というのはね、一切評価に入れてませんので、まあそこもご理解の上ね、ご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。 ということで、じゃあ早速5位の方からね、順番にやっていきたいと思いますが、最後ね、1位まで紹介していきたいと思います。では今回の CF リーグ部門第5位の選手見ていきましょう。こちらです。はい、ここはセレッソ大阪レオセアラ選手のニューウェーブですね。はい、こちらニューウェーブの第1弾のカードとなってます。まあ最初期の限定と言っていいですかね。まあスターターを除けば一番最初に来た限定なんですが、さあここはね、 えーまあ、素晴らしいカード出てまして、まあ、長次元シューとフライングボレーシュートエースストライカーの組み合わせね。はい、まあ。素晴らしいと思います。で、えー、ボナセはキーピープラスで、えー、能力値がオフェが1664という数値ですね。はい、まあ。素晴らしい数値だと思います。まあ、これやっぱりね、長次元ボレーというところで評価高いですね。はい。まあ、エースストライカーもあるんで、PK も蹴れるというところも非常にいい点かなと思います。 まあ、なかなかね、ボナセンがオフェなかったというところで5位に甘んじてますが、まあやっぱりこのレベルが高いね、まあ、CFKY の中での5位というのは、まあ結構価値高いですし、うん。なんならね、今回取り上げれなかった選手でもほぼほぼ僅差の選手なんてたくさんいたんでね、まあその中でも、まあ、5位を勝ち取ったみたいな見え方も、まあ、すると思うんでね、まあボナセン EP ないあ、ボナセンオフェないながらもね、まあ素晴らしい検討じゃないかなと思います。 でしかもね、登場してからもう半年以上ぐらい経ってるので、もうなかなかね、どっちかというと今シーズンにね、入ってすぐ出た限定なので、結構古い限定にはね、なってきてるんですけれども、まあ、それでもね、能力値は全然負けてないしね、まあ、仕上がれば全然リーグ面でも強さ発揮するというところも、まあ、魅力的なところかなと思いますね。はいで、このカード、まあ、レオ・セラ選手ね、今年どっちかというと前半の方に結構目立ってましたが、後半がちょっと失速した感がなまあ,あ、まあ、まああるような気がするので、 まあどうですかね後半の限定どっかで多分来るとは思うんですが、まあどうでしょうね。<laughs> 仕上がりの部分ね。まあストライカーとかそれこそね、もっとグレード高い99ぐらいやったかな ?98 かなとかで、まあパーフェクトポストプレイかライジングだった気がしますけど、ライジングやったかなうん、のカードが来てましたけど、まあね、後半にも多分限定はどっかで来ると思います。まあトップスコアラーがそれこそ来るかなということで、まあどういった仕上がりになってるかね、楽しみですが、まあグレード面もね、まあ結構高くなってきてる可能性もあるんでね。 まあ、元々ね、まあ、マリノス時代とか特にそうですけど、まあ、高くて、まあ、フォーカスとかでね、結構リーグ向きの限定がね、これまでしっかり出てたんですけどね、能力値含めてね。まあ、ここまではちょっとね、ボナ戦が EP が続いているということで、なかなかね、そういったリーグ部門とかに絞ってみると不利ではありますけど、まあ、これスキルすごくいいんでね、まあ是非、ぜひ、持ってる人、まあ、使ってる人多いと思いますけどね。<laughs> はい。まあ、素晴らしいカードかなと思います。ま、ぜひね、復刻した時にマレオセイラ選手のね、イエスさ持ってる人は、ぜひね、これ狙ってほしい一枚かなと思います。まあ、またはね、トップスコアラーが出ると思いますので、それをね、しっかりと期待して待ってほしいなと思います。まあ、当然ね、J リーグ、ま、あ代表するぐらいの素晴らしいストライカー候補の選手なんでね、ま、あ来シーズン以降もね、あの、もし J リーグに残るということになれば、はい、すごく期待できるんじゃないかなと思います。 はい。じゃあ続きまして、CF リーグ部門第4位の選手見ていきましょう。こちらです。はい。ここは鹿島アントラーズの鈴木馬選手のキャプテンですね。はい。こちらが第4位となります。はい。ということで、このカード見ていくんですけど、超次元シュートスペクタクルボレー、エースストライカーの組み合わせとなっております。で、ボナセンは EP でして、えー、オフェの能力値が1663という数値ですね。はい。というふうになっております。 まあ、ほぼほぼ、まあ、さっきのレオ・サラ選手とも、ほぼほぼ5分うん。もう、ほぼほぼ、もう、ほんと、僅差僅差ぐらいの差なんですけれども、まあ、一応4位にさせていただきました。まあ、その、オフェー以外の能力値ね、そこをちょっと、まあ、見た上で、まあ、僅差で4位にしてるわけですが、まあ、鈴木馬選手もね、まあ、これからもおそらく、またね、限定、まあ、対象になってますし、まあ、トップスコアラーもそうだしね。 まあ、青図の方も対象になってますので、これから素晴らしい限定が、まあ、リーグ向きの限定とかもね、どっちかというとそっちの方とかで、まあ、出る可能性十分にある選手だと思うんですけれども、まあ、ここまではね、なかなかここもボナセ戦結構 EP が、うん、続いてまして、まあ、一応、マウンサマッチとかだったらね、ボナセ戦オペだったりとかしましたけど、まあ、正規の限定はね、EP が続いてる関係で、どっちかというとリーグはちょっと不利なんですけどね、ただ、ここもまあね、スキル構成が長次元ボレーということで、すごく魅力的なスキル構成してますし、 まあ、近距離のエースストライカーもしっかり持ってるというところも非常に評価できる点かなと思います。まあ、ということでね、まあ、これからの限定ね、まあ、リーグ向きの限定がおそらく、まあ、これから出てくるんじゃないかなと思うと、まあ、特にね、リーグ面で鈴木馬選手を使いたいという人は、これからのカードも当然狙い目なんですけど、ここキャプテンもね、まあ、復刻する機会が、まあ、おそらく今後あると思いますんで、ぜひそういった時に狙ってほしいかなと思いますね。はい。ということで、まあ、当然ここもね、まあ、本当に注目柄ですし、 まあ、毎年ね、リーグ面で見てもね、まあ、長次元とかね、まあ、そういうところを持ってきやすい選手でもありますし、まあ、ちょっとね、2限定残ってますけど、どっちかはね、なんかクラチャン4になりそうな気もしなくもないですけどね、まあ、いずれにしてもチャンスがまたあると思いますので、ぜひね、えー、長い目で見て、ぜひ狙ってみてください。まあ、おそらく今シーズンじゃなくて、来,来シーズン以降もね、あの狙える立場になると思いますので、まあ、レギュラーのグレードもね、安定して、今年も97来てますんで、評価はね、十分、えー、高まってますので、まあ、限定にもね、 期待して欲していいなと思います、まあ、ぜひこのキャプテンもね、布告したら狙ってみてください。はい、じゃあ続きまして CF リーグ部門第3位の選手見ていきましょう、こちらです。はい、ここは名古屋グランパスのキャスパー・ユンカー選手のストライカーですね。はい、こちらグレード93ながら3位となります。はい、まずいい点としてはスキルがね、超次元音速ドリブルボレーというところね。であとは、えー、ボナセンがオフェン20%プラスと EP30% プラス。 で、オフェの能力値は1568ということで結構高い数値となっております。はい、ということでここでついにね、ボナセオフェの選手が食い込んできたわけですが、まあ、ボナセオフェでもね、入ってない選手はいるんですが、このユンカー選手を押す理由がなんだか、皆さん分かりますでしょうか。まあ、やっぱりね、今のジエクラ界隈っていうのは、結構長次元とか、まあ、レーとかも大事なんですけど、あの持ち運びどうできるかっていうのもちょっと大事になってくるわけですよね。うーん でさっきまでの2選手というのは、マイスストライカー持ってて、長次元持ってて、ボレー持っててという、得点にはすごく特化してるように見えるんだけれども、まあ、確かにそれはそれで強いんですよね、射程圏入ったらね。ただ、その射程圏に入るというまでの手段というのがあった方うが、まあ、個人的には今の、まあ、J クラーね、やっていけそうだなというところがあるので、まあ、ユンカー選手の当然、長次元ボレーも評価してる,してるんですけど、まあ、中でも音速ドリブルね、うん、これを持ってることによって、ちょっと使いやすさが増してる気がしますね。 まあ、特に後半とかから入れてあげると、この音速ドリブルで抜きやすくなったりとかするので、まあ、そこのね、まあ、価値というのも結構高かったりとか、まあ、当然、仕上がれば前半から行ってもね、申し分ないと思うので、まあ、そこと、まあ、能力値と、まあ、ボナセンと評価したら3位になったという感じですね。はい。まあ、そこを理解していただければなと思います。まあ、当然ね、ユンカー選手といえばね、この前、スナイパーで97とか来てましたけど、ここもまあ、トップスコアラーをね、確定してる選手なので、後半の限定まだまだね、残ってる選手になりますと。 いうところで、まあ、当然ね、期待が高まるわけですが、まあ、これ以上のね、カードというか、まあ、グレード面に関しては間違いなくね、まあ、95は超えてくるだろうし、まあ、仕上がり良ければ当然このカードよりもね、強いカードがまだユンカー選手ね、リーグ面としても見るあの出る可能性十分にありますので、まあ、えー、出たとこ勝負ではありますが、まあもしかしたらそのね、トップスコアラー以外のね、限定とかにも引っかかる可能性ありますけれども、まあ仕上がり次第では、まあ、このカードを超えてね、まあ新たに CF ランクインとかね、 まあそういう可能性のあるカードが出てくる可能性十分にありますので、まあ、当然そちらのね、あのこれから出てくるトップスコアラのカードにも期待してほしいところと、まあ、あとはやっぱりそうですね、あのー、まあこれが復刻したとき、このストライカーね、まあ十分このストライカー93でも強いので、ぜひね、復刻した際で、際でまあリーグ面でね、まあ、ユンカー選手の補強を考えている人はぜひね、狙ってみてください。 まあこれもね、当然仕上がれば強いカードなんでね。はい、太鼓判を押して使えるかなと思いますので、まあぜひ狙ってみてください。はい、じゃあ続きまして CF リーグ部門第2位ですね。ここまでなんとゴミス選手 <laughs> 出てきておりません。さあ、2位なのか1位なのかというところで見ていただきましょう。では2位の選手こちらです。はい、ここはオーミアルディージャのシュビルツォーク選手のフォーカスドプレイヤー第7弾が、えー、ノミネートとなります。 はい。ということで、まあ、このカードもね、素晴らしいカードだと思いますが、ここは超次元シュート、シャープシューター、豪快ボレーの組み合わせに、ボ、えー、ナーセンオフェ20%パープラスとパー15%パープラスですね。で、オフェの基礎値は1649というね、高い数値になっております。はい。ということで、ここもね、ま、あね、最近出たカードで、本当は7段でね、一旦ちょっとやろうかなと思ってたんですが、ちょっとね、あの、 動画、まあ、撮り忘れてたっていうのもちょっとあるけどね。<laughs> まあ、撮り忘れてたというよりと、ちょっとね、まあ、取り上げる時間がなかったっていうのもね、正直な感想なんですけど、まあ、ここでちょっとね、紹介しておきたいなと思います。まあ、このカードのやっぱ強いところといえば、超次元ボレーかな。うん。で、一応、シャープシュがあるんで、まあ、PK とか近距離っていうのも一応カバーできてると思っていいと思います。まあ、ただ、超次元近距離ぐらも打てるからね、まあ、PK キッカーとしての役割っていうのも、まあ、果たせるっていうのも大きいかな、シャープシュでね。うん。 というところがすごくいいところかなと。あと、プラス、まあね、ここまで結構仕上がってる、まあスキル面的に仕上がってる選手はまあまあいたんですけれども、まあ、やっぱボナセオフペがついてきて,きてるかついてきてないか。で、プラスパワーも乗ってるんでね、まあ、これも結構大きいと思ってて、やっぱね、あの競り合いとか大事なんでね、ゴール前のね。というところを踏まえると、このパワーアップっていうのもすごくいいんじゃないかなと、個人的には思ってます。 なので、まあ、ボナセの組み合わせ、スキルの組み合わせ、まあ、基礎能力値というところを考えると、結構やっぱりトップクラスかなというのが正直な感想で、まあ、ただ、シュビルツク選手自体がね、まあ、今年の、ねまあ、夏場に加入しているので、まあ、なかなかカードの登場実績っていうのはね、ちょっとね、うん、これまでの選手に比べると、まあ、正直ここが最後でもおかしくないんですよね。うん、というところでもう7段がね、あの排出が終わってるので、 ま,あまた復刻の機会あると思いますけどね、7打もね、まあ、復刻した時に狙うというのはできますけれども、まあ、ちょっと守備ビ奥選手の去就次第とかにはなりますけどね、来シーズン狙えるかどうかっていうのは、ちょっとまだ不透明なところもありますし、うんまあ、とりあえず守備ビ奥選手ね、更新したいとかいう人は、もう一回復刻が来た時に、ぜひね、狙ってほしいかなと思います。 まあ、その、大宮自体が J3 にね、ちょっと降格するっていうのもありますし、まあ、やっぱ外国籍選手ということで、まあ、移籍先もね、まあ、日本なのか、まあ、それとも大宮にそのまま残るのか、まあ、それとも J2 とか J1 とかに、またね、他のクラブに行くのかというところもね、まあ、すごく大事になってくる、えー、ところだと思いますけど、まあ、現在不透明なところだと思うんで、まあ、とりあえず今んところはね、多分この復刻を狙うぐらいしか、うん、ちょっと目,目が、まあ、ちょっとね、あのー、 うん、ゲットする方法が浮かばないというか、ね、見立てが立,たな立ってない状態だと思うんでね、まあ、来シーズン狙えるとかなったらね、まだちょっと余裕ができますけどね、まあ、今シーズン限りとかになるとやっぱりこのカードすごく大事になってきますから、まあ、ぜひね、復刻したときにはまたね、えー、狙ってみてください。まあ、おそらくシーズンオフの,、ね、の中のどっかで、まあ、多分来るんじゃないかなと思うんでね、はいまあ、そこがチャンスだと思いますので、ぜひね、狙ってみてください。 はい。では最後ですね。CF リーグ部門第1位の選手見ていきましょう。こちらです。はい。ここは川崎フロンタールのバフェティンビ・ゴーミス選手ですね。はい。こちらのフォーカスオプレイ第8弾となります。はい。ということで、なんと CF リーグ部門第1位に選ばせていただいたわけですが、まあ、ここはね、スキル構成もいいですね。まあ、長次元シュート、北スインザボックス、ボレーということで、さっきの守備力選手と結構似てますね。うん。まあ、PK も蹴れるし、長次元とボレーの組み合わせしっかりあるしということで、射程距離さえ入れば強いってタイプね。 で、プラス、まあ、ボナセンオフェとパワーね、ここもしっかりと思ってるというところと、まあ、やっぱ能力値が若干ね、やっぱね、オフェ値が1641ということで、さっきの守備率く選手より高いというところと、あとやっぱりパワーの高さね、うん、パワーの高さも尋常じゃない、1386、うん、めちゃくちゃ高い、まあ、競り合いとかにめちゃくちゃ強そうということで、まあ、僕、昔から J クラやっと思うんですけど、外国籍の、 CF の選手ってやっぱゴリゴリ来るんすよ。<laughs> パワーでね、うん。その、それがすごくね、なんか基礎。うん、このカード。まあ僕ね、まあ3年ぐらいやってますけど、やっぱりなんかね、その、が何て言うかな、能力値というよりは外国籍の選手のなんかあのゴール前の強さとか、まあまあ能力値から来てるものも当然あると思うんですけど、なんかそれだけじゃない何かを感じるときあるんだよね。 特にまあ昔で言ったら、ウタカ選手とかねまあオルンガ選手とかいた時代も特にそうでしたけどまあそれこそねここまで紹介した中でもそうですけどまあ多分、シュビル・ツオク選手とかもね結構当たり強そうだし両あ両来選手あたりとかもねまあそう含めてそうなんですけれどもなんか結構ゴリゴリくるイメージがあってそれが当てはまりそうだなっていうまあドリブルスキルとかないのがまだねまあ正直まあ強さポイントを抑えてるとこかもしれないですけどまあ,あったらなと思うとちょっと怖いですよねうんこれ例えば、A、の縦取りとか持ってたらめちゃくちゃゃく怖いよね。 <laughs> めちゃくちゃ突破されそうなんだけどっていうぐらい、まあ、仕上がってるんじゃないかなと思います。うん、まあ当然、オフェチジの、ね、高さというのも、ね、気になるんですが、ここはパワーの高さも、ね、やっぱパワータイプということで気になるということで、まあ、そこもすごくなんかいい仕事しそうな要因として、まあ、やっぱり、ね、その似たような、まあ、スキル構成である守備率よク選手よりも上かなと思いましたね。はい、でゴミズ選手も、ねまあ、夏に加入されて、まあ そうですね先,あの先日、天皇杯とかもね戦ってましたけど、まあ、来シーズンの去就次第にはなると思いますけど、また来シーズンとかいるんだったらね、まあ、シーズン中、年ねまね、あ、ちょっと短い間だったんで、まあ、なかなか数字面というのはねついてこなかったと思いますけど、まあ、そういったところがついてくると、なおね、まあ、強いカードが来シーズンとか見れるんじゃないかなと思えば楽しみですけど、まあ、どうなんでしょうね、契約のほどはね。まあ、最近ね、レアンドロ・ダミアン選手とかね、清水選手あたりがまあ満了になってましたからね。 まあ、うん、どうなんでしょう。そこで発表されないということはもう残るっていうことなんですかね。まあ、交渉中なんかな。というところもあると思いますけど。はい。まあ、ぜひね、来シーズンいるんだったら頭から見てみたいですね。はい。まあ、当然ね、昔浦和をね、あの、潰したということは、あのー、サッカー通の皆さんから聞いてますんで。<laughs> まあ僕は実際その場面をね、見たわけじゃないですけど。はい。ということで、まあ、素晴らしいね、ポテンシャル秘めてる選手だと思うんでね。来シーズン以降からフィットしてくると、まあ、怖い存在になるかもしれないですね。はい。 ということで、えー、今回 CF リーグ部門第1位はゴミス選手ということで新規カードになりました。まあそのね、さっき言った通り、まあスキル構成、能力値というところが結構やっぱ怖さを感じるぐらいの仕上がりを見せてるんじゃないかなというところで、まあ使いやすい。特にリーグ面では強さをね、発揮してくれそうな感じがしましたので、はい、ということでぜひね皆さん狙ってみてください。 ということで、えー、今回ですね、CF リーグ編ということでね、ランキングさせていただきました。まあ結構このポジションね、特別限定で強い選手が多い中で、まあ意外とね、黄色限定とか緑限定はまだね、そんなに普及はしてないんだよね。まあ今年結構ね、そのフォーカスドプレイヤーで見ても、ストライカーの選手がね、選ばれてないような気がするんだよね、例年よりね。まあそれの影響もちょっとありそうですけど、まあリーグ向きのカードというよりは、結構ね、ボナセ EP の選手が多いんですよね、仕上がっててもね。うん。 まあちょっとそっちに偏りがちっていうのもありますけど、なかなかね、ボーナセオフを持って仕上がってる選手というのはね、少ないですが、まあでも、これからまたね、増えていくと思うんで、当然もちろんね、シーズンオフになるとめちゃくちゃ増えてくるんで、まあ、もう時間の問題ですけどね。はい、ということで、またね、取り上げる機会結構多いポジションだと思うので、ぜひね、よかったら今後も注目してみてください。では、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここまで失礼します。バイバイ。